Yo, welcome to the channel, CJK Reacts. My name is Tyler. We have XG documentary episode 3. And it's been a long day of recording for me. And I figured what better way to wrap it up than with the third installment of the documentary. So this is a longer one. It's 47 minutes. And if you missed part 2, go check out episode 2 first and then watch 3. Probably makes the most sense. But yeah, let's jump into episode 3. Ooh. That's cool. They started with the Cypher 1. OCO and AB popping on the middleweight. Who would have doubt little Jim would turn it on it like a fadeaway? Oh, about Kakon. Yes. The coolest member. Oh, shoot. Forgot I can't speak Korean or Japanese. I think it's pretty tomboyish growing up. She's just cool. とにかくもう音楽が好きすぎて、もうちっちゃい時もなんかエレベーターの前とかでこうやって一人でこうやって踊ったりとか、もう人見知りしないぐらい、もうそういうなんていうの、あんまり人見知りとかもあんまりそこまでない。子供の頃はちょっと今の自分とあまり変わらないところはですね、ちょっと人と喋ることが大好きで、とにかく冗談。I think Maya has like the most distinctive looking face. Like she looks pretty different in all shots that I see her in, which is cool. It's not a bad thing. ちょっと人と喋ることが大好きで、It's just like, whoa. It's the same person. とにかく冗談が多くて、だけど。外で運動するのがすごい大好きだったです。運動会が特に本当に大好きでっていう女の子でした。今もそうですけど。It's like blue fit. ハリウッドスターだったんです。自分が小さい頃からディズニーチャンネルを本当にもう家でずっと見てて、演技まではいかないんですけど、ハリウッドスター、もうハリウッドに行ってそのエンターテインメントの業界で。やりたいなっていうその強い思いはすごいその時からあったなってめっちゃ思います。マヤはどういうアーティストに憧れてるっていうふうにめっちゃ聞かれたのを覚えてます。でそこで自分がやっぱり TLC だったり21のサンデリアンだったりを言って、でそこでそのやっぱりとんがってるアーティストになりたいよねっていうふうにめっちゃ言われて、そうですっていうふうにもうめちゃめちゃ覚えてますね。Episode 3. Still 15 members as of right now. ホテルに帰っちゃった子たちと一緒にできないのは悲しいけど、I forgot Harvey was part of the group that got cut. 刺激が与えられたんじゃないかなと思っていて、私はいい経験だなと思います。Which is crazy because right now I thought she was one of the strongest answers in the group.Like currently, and she, I still stand by that. Her and Coco. Sawa, Kenko, Ste, Minna, no dance, no way, to go. Minna, no dance, no way, to go. Kenko, Sasson, this kid. Today, I'm going to go. Minna, no, 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 no,
じゃ あ, みんな中にいる子たちともちょっと相談して話してみてちょっと決めるから、みんなここにちょっと待っててくれる？はい、うん、みんなの意見も先生たちも僕も聞きたいんで、どういう、感じなのか言ってくれる人いますか？マジちゃんのやりたいっていう気持ちは本当に強いし、あの中でも一番強いと思うし、その自分たちが集中力とかみんなとよりももっと集中して頑張れば、みんなに迷惑をかけることはないと思うから、そこの気持ちがまだ違うんじゃないかなと思います。その自分のなんか悪いところじゃないけど、そういういけなかったんだなっていうところを素直に受け取りすぎて、じゃあ私たちはもうダメだから見学だねっていうストレートになりすぎて、でなんかそれだったらなんかいつまでたってもそのいやもっとできるから、できるから絶対できるから見てくださいっていう気持ちに、まだ慣れてないんじゃないかなって思って、そういうような気持ちになるので、なんかみんなで一緒にやるのはみんなのその気持ちが揃わないし、上を目指したいって思ってる人たちと差がついてしまうから、まずなのかなって思ってます。No wonder she's the leader. Yeah, no wonder she's the leader. 私は唯一なんで、ダンスを一回見て決めるのはどうかなって思ってます。ダンスのスキルとかじゃないです。これは賛成ですか？お願いします。Better, objectively better than my view. And she's younger than her too. It's crazy. Nah, she put her soul into that one. Unless I'm tripping. Yeah, no wonder she's the leader. She speaks up the most. うん、立ち上がるから一緒です。一緒。みんなが一緒にやりたいって言ってたので、ですが一緒に参加することにしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。地方公韓国合宿を見て、ミヤさんがもう貴重なこの時間で、最大に成長できるような形でこう。やってるんですけど、ギャラクシーの今02じゃないですか、皆さん、今01を想像してやってるんですよ。01を決める、それとあと02の計測ができるメンバー、まあこれはみんな一緒なんですけど、ライブはとりあえずやる環境は作っていきますね。今後もみんなも自分自身と向き合って戦って、結果を残してください。はい、yeah, that's cool. Let them kind of decide, like, hey, bring them back. We want to practice with them. 悔しいだけじゃなかったです、あの時は。レッスンを受けさせていただきたいっていう思いをだけでも伝えないとって思って、で、一回日本に帰りそうになったし、危機感を感じました、その時は。その時夏で本当に暑くて溶けそうなぐらい暑かったんですけど、そこの廊下でガラスを鏡にして3人、マヤとチサちゃんとジリで踊った覚えがあります。何回も練習してました。あれはもう本当に記憶に残る思い出です。
this is pretty cool so far. Curious to see what happens between those three, though. Maya, Julia, and Jason. Interesting too that they have Ariana Grande as a song like the leading artist. I can't even tell what's good or bad. Or quote bad. Bit unsure. What? I didn't get it. It just something was lacking from the choreo then. もう今年しか頭になかったです。もう本当に最後、もう自分の夢がなくなっちゃうかもしれないっていうくらいの。You still got a ton that goes into this. さっきでいっぱいでした。She can sing, so.Maya got that dog. You can see it in her eyes. She got that dog.Or maybe. その時は I don't know. まず脱落をしてもう一回チャンスをくださいっていうふうに聞きに行った立場として本当にそれなりのその決心で行ったからこのまま日本に帰りたくないこのまんまこの状態でお母さんとお父さんに脱落してきたよっていうふうに本当に言いたくなかった自分がいて。あと自分にも悔しかったっていう思いでしかなくてそれをもうなんで脱落させたのっていうふうに思わせたかったっていうの気持ちが結構ありましたね。いやもう自分はここまでじゃない絶対自分はこんなので終われないしあんなにも大阪から東京まで来てもう状況もしてよし絶対トップアーティストになるってやってきたあの気持ちはどこ行ったんだと思って自分は絶対ここで終われないし諦められないしこんなもんじゃない
て、もう自分の実力はもっとあるし、絶対もう磨いてもっともっと認められるように、認められるまで絶対諦めないって思ってました。She brought the black forces for that. Now, who's not gonna raise their hand? What? He saw the dogs.本当に一番ダメなパターンなので、本当に反省しているし、これからも自主練習するときに、サイモンさんに言われた通りに、一人だと思って自主練習します。もう絶対日本に帰りたくない気持ちが強く、多分私は多分っていうか誰よりも強いと思って、なんかちょっと興奮したところもいっぱいあったり、なんか反省してる部分もいっぱいあるんですけど、なんか全てそこで出し切るものは出し切ったっていうのがあってです。意識が飛ぶぐらいの気持ちで踊ったのは初めてで、なんか今日が最後かもしれへんし、ちさは人生と命をかけてこの夢に向かって頑張ってるのに、自分は何してるんやってすごいこの2日間で考えて、でそういう考えた時間もう全然忘れられないし、多分これからも忘れてはいけないもの。I'm just picturing them now。そのみんなと一緒に素敵な夢をお互いになんか頑張っていきたいっていう気持ちが強くて、なんか全てをプラスに捉えてこれから頑張っていく。Yeah, this is trippy seeing them. Knowing what happens, of course, but get to see the how. お疲れ様です。今日の感想を言います。今日ちょっと人生で一番悔しい思いをしました。あと明日と明後日ぐらいしかないんで頑張りますのでよろしくお願いします。 I think that was a Yui。 やりたいです。そうだ、僕やりたい人ユイペゴー調子せよ。はい、行きます。行きます。そんなユイ、エブリウェア。
I like how there's some of them who are like kind of taking a break. Dude, I still do that. I'm 20 years old. 진짜 본사에 가서도 그렇고 계속 이런 분위기였으면 좋겠다. 네. 4시부터 호텔에 들어와서 쉬려고 하는데 너네가 선택해. 그게 뭐냐면 쉴 건지 아니면 음악 방송 보러. Duh, music program. See, this at least shows that they'll have fun. They have fun too. It's gotta work hard. To the present. See, it's trippy. Trippy that this is them. Hi. What? Spoilers? Julia made it? Spoilers? 산업 끝났어요. 뭐 사전 녹화이라면 그 쇼 창평 네? 쇼 창평의 그 사전 녹화 그 방송의 사전 녹화가 끝났어요. 오늘은 그 이런 특별한 So the show they went to is the one they performed in. 히나카 언니. Yeah, be gone, you heathen. 처음 그 소통? 약간 조금만 Be gone, Hinata. Be gone. 그래서 너무 기뻤고 행복했어요. 그죠? 저기 뭔가 주리온 언니랑 마야가 틱톡 찍고 있어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 어땠어요? 오늘? 오늘? 오늘 직접 팬분들을 만날 수 있어서 진짜 너무너무 기쁘고 너무 행복했어요. 맞아요. 스코이 그러니까 뭔가 어색했어. 어색했어. 많이, 처음이었어. 맞아, 많이 이렇게 아, 밥 드셨나요? 뭐 저희 마스카라 어땠어요? 어땠어요? 가사 맞아요. 어때요? 가사도 가사 어때? 그리고 뮤직비디오도 어때요, 여러분? 진짜
힘, 아, 힘내고 파이팅이라고 많이 하고 싶었는데 이런 메시지를, 그런 말, 네. 맞아요. 그런 말 뭔가 편하게 하고 싶었어요. 쉽게 나올 수 없었어요. 뭐 쉽게보다 뭐. It looks like her eyes are sparkling, but it's just the Thank you, around. Thank you, thank you to all the global fans as well. Okay, and thank we're you gonna so take much. A group photo now. So. Yeah, little. 기훈이 갑자기 영. Good. Thank you for coming. Thank you for coming and thank see you. For, see you later. See you later. XG. Ladies. Go. 超チャンピオンを結構練習生の時にいっぱい見させてもらったので、そこにこう立つっていうのがすごい自分たちもすごくテンションが上がったし、すごく嬉しかったし、あの時見たあの気持ちだったりを自分がこう立った時にすごい鮮明に思い返すことができて、よりなんか力が湧きました。もっと頑張ろうっていうふうに。一番前で見たのですごい、あの時の思いだったりがすごい蘇りました。お疲れ様です。今日は、わしからダンスをして、その後テレビ収録の見学に行ったんですけど、その去年も見させていただいて、なんか今年すごい近くで見れて、すごい細かい顔の表情とかそういうところまですごい見れたし、すごい楽しかったです。この韓国合宿に来て本当に去年の自分とはまた別の思いとかがあって、毎日がすごくワクワクして楽しいです。どういう気分ですか？오늘 어떤 기분이신가요? 오늘 메이크업은 보라색. 네, 멋있네요. 오늘 가꼬이게 메이크업가 悩んでおります. 근데 그게 왜 갑자기 좀? 완전 못해? 어떻게 있지? 없어. 아, 감사합니다. 오늘은 멋있게 치조겠습니다. 우와. These two are evens together. 치조겠습니다. 치겠습니다. 치조겠습니다. 아, 예브리마스. 아, 예브리마스. 예브리마스. 아리가토 고자이마스. 아리가토 고자이마스. 네와, 이따 봐요. 아, these two are they're the directors in the group. 今日は私たち打賞の方に来させていただいてます。なんともう3回目の打賞になります。ありがとうございます。しかも今日はTikTokもお披露するので、初めて韓国の番組でTikTok披露するので、すごいドームクリーヌで頑張りたいと思います。ファイティング。いい格好ですこれ。今までのこの5年間めちゃめちゃ早く過ぎた気がしたんですけど、この3週間だけはすごいもういい、いろんな意味で毎日がすごい濃くて、いろんなことを学んで、なんか一段上がれたような感じがして、すごい毎日濃かったなって思います。 Maya, Julian, いつも新しいみんなって言いたいなっていうふうに思ってて、毎回今回マスカラをパフォーマンスする時もすごいみんなでいろんなテーマだったり、今回はこういう感じで行ってみようっていうのをすごいいつも決めてたんですけど、毎日違う、毎日進化してる XG を見せられるように頑張りたいなっていうのがすごく今思ってます。Okay, I'm gonna pause for a second. We're like at the halfway mark. Y'all doing good? Doing good. Need to get some refreshments, some popcorn, some water. We're halfway there. We're almost there. I know. It's a long video, but we got it. Back in. All right, I gotta lock in. You gotta lock in. インパクトが当
most I've ever listened to this song at this point. Yeah, by far the most I've ever listened to this song. Again, I thought that one was more expressive. Again, I don't know. よかったよ. Did great. Yui, duh, she's 10. Still like this to this day, so and then the trip to yeah. There is no doubt. Hard to tell. もうこれしかないっていう気持ちが必要です。はいはい。今努力してると思う。その努力は絶対最後かな。はいはい。二人が指摘されること結構多いじゃん。ちょこぞ。全部の口の中書いて部屋に貼っといて。 The Black Air Force energies is different. Just different. チャンスを1回与えただけだから、実は。順位を上げします。上位の人たちは、そこまでレベルの差はないです。今、全体的に上がってきてるので、今日のパフォーマーを見て冷静なジャッジは、します。 はい、はい。順位を発表します。ジュリア。はい。マリコ。はい。チサ。ユイ。はい。What? はい。光。 You gotta show the elder performers. How are they getting outranked like this? はい。マリコ。はい。レイ。はい。エイ。はい。 Looks like a Kona though. はい。
I told ya, there's something different. これが今日の最後、まあ、最後のテストなんですけど、これが中です。はい。4位までの特に、すごく。Up to fourth place, it was really close. みんななんか新しいところをトライをしてる最中。そういうところで、今日見せた絵を非常に、もちろん、常にトライしてます。はい。全員良かったです。あの最後にやった3人が全員今日。Bro, Simon, you didn't have to add the, except for the three at the end. Thank you. 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 Thank you.本番モードでみんなが体験できたから、あのみんな多分惜しいところがあったと思うし、でまずは、夕食を食べて、でチームごとにレッスンというか練習をしながらヘリさんが見てくれます。はい。Seeing the coaches too, because I'm guessing they're either like dancers in the industry, producers, whatever. I'd imagine that this part is probably pretty strong for a lot of people, but he's got a point. He's got a point. You know, you're working to debut, so you know all your effort is mainly just how can I improve, especially if you're ranked the lowest, like ranked bottom 3 out of 14. I can see what he means. Yeah, I'm cool. Look, can't handle the heat, don't go for it. I stand in the sun. Nowhere near that level. It's just keeping it real. Whoever's in the back left, I'd imagine she probably made something, right? She's probably in a group. A simply unfair group this is. Simply unfair. I think the biggest difference right here, if anything, Jordan's gotten more expressive, like face-wise. And she's still expressive, don't get me wrong, but... Yeah.
to think that they end up being in the same group. ことはできなかったんですけど、そのマインド、その思いの強さ、もう自分が脱落しても、いや絶対に日本に帰らないし、絶対に出るしって思ってた、あの気持ち。やっぱ自分ならできるだったり、自分に言い聞かせるそういう思考だったりとか、やっぱ諦めない精神、チャレンジ精神っていうのはがあったから今ここにいるのではないかなと思います。Right, it was cool. はい、ありがとうございます。はい、はい。でちょっとミスがありました。ヒカルがちょっとここに行き過ぎたのが、ちょっとずっと、ジュリンチームはターンスにちょっとブレがありました。はい。で、そういう中で、そのジャッジが難しかったんですけど、全体的なこう完成度、ジュリンチーム、ジュリンチーム。Come on, that's like, yeah, that's like majority XG right there, locked in, all four. I mean, yeah.Isn't Hikaru the member y'all were talking about? Or part of Kepler and then potentially XG?일단은결정타는간절함그리고또하나는 drive. 일단기본적인스킬이나포텐셜은이미갖추어져있기때문에그15명의선발이된거기때문에이친구들이면근데여기서필요한거는간절함그리고근성또하나는인격이었던것같아요그러니까이게뭐착한사람나쁜사람이라고들으실수도있지만좀중요한거는아티스트로서의뭔가마인드셋아티스트로서의인격멤버들간의그런좀뭐배려라든가끌고가는그런각각역할이다를수는있어도그융화될수있는그런부분들을좀중점적으로봤던것같아요네지금이세명이 XG 멤버로서함께하고있는데이번세에대해서어떻게생각하시는지 It's crazy. 너무뿌듯하고요너무멋지게저렇게퍼포먼스하는거보면은너무감동스럽고 She said Julia 너무뿌듯하고 Maya were like 너무멋지고 On the verge of not making it. 동시에그때의본인들스스로의
순간 그런 기억을 본인들의 중요한 포인트, 그러니까 뭔가 잃지 않았으면 하는 초심으로 가져갔으면 좋겠어요. 네. 이렇게 얘기하면 웃긴데 그 세 명이 무조건 데뷔할 것 같았거든요. 왜냐면 데뷔하기에는 춤이나 그런 춤에 대한 열정이 너무나 부족했기 때문에 아마 제가 누구보다도 혹독하게 대했던 걸로 기억이 나요. 그리고 그러니까 가슴 한편에서는 제발 깨어나서 뭔가 크게 깨우침을 얻고 바뀌었으면 좋겠다. 가슴은 뜨겁게, 막 머리는 차갑게, 약간 I think I would have 그런 느낌으로 with dance the most if I could not do this. 대했던 것 같아요. 왜냐면은 dance would definitely be the 재능이 있는 친구들이 like, I don't want to do it. 그래서 엄청 네 혼냈던 기억이 있어요. 네. Gonna be a nice little episode next. That was pretty good. A lot of just further explanation or insight as to where they developed from, seeing those three at the very bottom. And then it's funny that the bottom three in this dancing section, one of them is my top number one now. That's crazy. And then all of them are fantastic, so definitely super cool. I'm interested, if anything, I'm kind of more interested to see what happens with the others in this group, because like I know what happens with XG now, so I'm more interested in like the other girls that don't get picked. I'm gonna leave this here. Keep an eye out for the next episode in the series. I'll try and get to it as soon as possible. I do appreciate y'all checking out the videos too, and checking out the series too. I didn't think that any of you would be interested in sitting and watching a documentary on the channel, but we here and we ride. So yeah, until next time, I hope that you have a fantastic day. Stay safe and peace out.